お久しぶりです。全国1億6千万人の麻生太郎ファンの皆様、速稼塾の久保でございます。この度オリンピック開催されるようですけども、今回はね、いろんな人権問題とか無配慮な発言とか過去の行動がですね、いろんなポイントでオリンピックの、こういった役員の方をね、解任とか辞任に追い込んでおりますけども、最もね、解任されないといけないのはこの人なんじゃないかなってことを思いますんで、今日はそのことについてお話していきます。麻生太郎さんです。こちらをどうぞ。小林氏は解任なのにナチスに学べ、発言も続投の麻生大臣に再批判ということですよね。これ7月22日ですから、昨日の記事ですね。いやー、過去の発言っていうのはね、消えないもんですよ。小林健太郎氏っていう方がね、48歳、私と同い年なんですけども、この方はもともとコメディアンだったらしいですよね。そのコメディアンだった時代にユダヤ人大量虐殺ごっこという発信があったらしいんですよ。この言葉自体は使うべきではないと思うんですけども、まあそういうのを使ってしまった過去があると。それからね、活動の中でこの発言が引っ張り出せることはなかったんですけども、今回オリンピック反対派がですね、こういった発言を見っけてきて、でこんな人を出していいのかってことで辞任に追い込んだわけですけども、いや確かにね、この言葉っていうのはやっぱり一度使ったら一生を束縛するような、それほど十字架を背負わなければならない言葉だと思いますよ。よく例えに出されますけども、原爆もう一回落とすぞごっことか言ってね、言われたら、やっぱり私たち日本人、特に広島に住んでる私なんてのはいい気持ちがしないですし、一生恨むと思うんですよ。だから相手の立場になってみると、確かにね、やった方言った方は忘れたり償ったりしてるつもりですけども、傷を受けた方ってのはもう半身不随みたいなね、精神のダメージを受けてるわけなんですよね。だからやっぱり小林さんにはちょっとね、思いもよらぬことだったかもしれませんけども、今回オリンピックに関しては関われないよってことで、他の場所でね、いっぱい能力を発揮したいと、発揮していただきたいと思います。でいつものことなんですけども、こういうふうにね、末端のものは簡単にクビになったりするんですけども、一番肝心な、キーマンですよね、超権力を持った上層部、こういった上級国民に関しては、何を言っても何をやっても株が責任を取って切り離されるだけで、ずっと君臨し続けるんですよ。その最たるものが麻生財務大臣じゃないかなと思いますね。どういうふうに書いてあるかっていうと、こういうふうになってますよね。過去にコメントで、コントでユダヤ人大量虐殺ごっこと発言し、その動画がインターネット上で拡散された小林氏、国内のみならずアメリカに拠点を置くユダヤ系の人権団体からの非難もあり、7月22日に即刻解任された。これすごいスピードだったですよね。組織委員会の橋本聖子会長56歳は外交上の問題もあり早急に対応とコメントしているということで、まあ、橋本さんも途中でね、森さんから引き継いだんで気の毒な面はありますけども、あまりにもちょっとね、責任に重いんじゃないかなと、肩の荷が重いんじゃないかなと思いますよね。でそんな中、麻生財務大臣80歳、もういい加減引退してくださいよ。80歳のある発言も再注目を集めている。というのは、かつて麻生大臣もナチスにちなんだ失言をしていたためだというね、ありますよね。これね、こういうふうに言ってたんですよ。ドイツのワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた、誰もが気づかなかった、あの手口に学んだらどうかねという発言ね、これは良くないですよね。でしかも麻生財務大臣は似たような形でナチスみたいなことしてますからね、二重に良くない。で麻生財務大臣は早くね、辞任した方がいいですね。もう早くって言ってももうね、かなり長い間副総理とか財務大臣やってますんで、日本の国難でしかないんですよ。そのためネットでは麻生大臣はいいのかと疑問視する声が上がっている、しかしこれで解任できるなら、ナチスの学べって言ってた政治家の首はなんでまだつながってるのって話よなっていう言葉もありますし、ナチスに学べ、あの方こそ最優先解任対象ではないのか。本当そうですよ。そもそもナチスに学べって発言した人が辞任もせず解任もされず、未だ大臣やってるのはどうにした方がいいのでは。そうですよね。小馬券の過去ネタを叩いて解任するんだったら、麻生財務大臣のナチスに学べみたいな発言も看過できるはずないんだかと、もっともない意見が並んでいます。まあ何かと嫌われやすい麻生財務大臣ですけども、本当にこの人がいる限り私たちの暮らしが良くなることはないと思いますので、ぜひね、1億6000万人の麻生大臣ファンの皆様と一緒に、まあこれからもね、麻生財務大臣を温かく、そして生温かく見守っていきたいと思います。
決して麻生太郎個人に私が恨みあるわけではありませんけども、麻生さんが財務大臣や副総理をやるというその権力に対してはこれからもねバッシングし続けようかと思います。麻生さん個人には何にもないです。きっとね気のいいおじいちゃんっていう感じだと思いますんでね、愛されてる部分もあるんじゃないかなと思いますね。その辺個人攻撃にならないように、あくまでも私たちマスメディア、そしてローカルメディアっていうのは、個人メディアっていうのは権力に対して叩く、権力に対して物申すわけであって、個人的攻撃を仕掛けるものではないですからね。人格とか立場を尊重しながらも、その判断はおかしいよっていうことだけはこれからもずっと言っていこうかと思います。以上です。